背後を気にしながらでもちゃんとプッシュアップできるかっていうのは大事になると思います。今までの流れからするとそのプッシュアップという意味ではいかがでしたか、はい、相手のプレッシャーが強すぎない分、はい、こう何かできるかなって考えながらやってしまってる。あー、なるほど。っていうのを感じます、ね、はい。ファガラのカプリーについていますが一気に来てジェバリスルーしてウサミだ。青黒の司法が先制ゴールを決めました。5試合ぶりに戻ったキャプテン。指示を真ん中も出せればよかったんですけど、はい、宇都川選手もマークがいないにもかかわらず降りてしまったというところもあったので、まあ、ここのまず仕掛けが大きかったですね。カプリン選手を振り切って早いタイミングでクロスを上げたことで時間ができて宇佐美選手が落ち着いてインサイドに流し込んだという形ですね。ここのスルーでもうパスコースというかシュートコースがもう完全に開いてしまったので、そうです。メタラビがシュートを狙いました。さらにファンアラーノ浮かせてジェバリのヘッド。いやジェバリとしての得点を取りたいという雰囲気出してます ね、はい、ですね。そして三田選手にはそういう視野とパススキルありますもんね。そうですね。間で受けてなんか小川幸喜右足をシュート。セカンドボール少し近づいて他の選択肢も視野に入れながらやってもらうかもしれないですね。そしてカプリーニの左足アウトスイング。ウドカヘッド。ネットが揺れた。 J1 初ゴールで同点に追いつきました。来ましたね、力強さ、いいボールでしたね。でもカプリーニ選手そうですね、カプリーニの強さでマークもちょっと剥がせたところもあると思うんですよ。だから自分が後は合わせるっていうだけだったと思うんですけど、気持ちで押し込んだ感覚がしますね。まあ、小川選手も近くいましたけど、まあ、最終的には宇都川選手が決め切りましたね。なるほど。ウサミジェバリフリックしてダワンが来た。ブローダー線止めてジェバリが行く。まだある。今度はミドルゾーンで構えた横浜 FC。 杉山が動き出してその杉山に出た。フラッグ上がらない。キーパーと1対1シュート。J1 初ゴールですがフラッグ上がった。そうですね、ちょっと、まあ、本人も決めとかないとね、はい、最終的に可能性としてはゼロではないんで。そうですね、まあ、本人も何回も見ながら、はい、まあ、最後は落ち着いてねシュートを決めましたね、はい、ハンダ今度はサイドで受けて宇佐美隆ワンタッチでファンガラーノ。いいところに来たファンガラーノ。折り返してジェバリだ。シュートブロック、もう一度ジェバリ足を滑らせた。運動か、こぼれ球山見、宇佐美が来た。あの距離は宇佐美の距離なんですがね。はい、山見黒川に出す。大きくえぐった、えぐって折り返した。こぼれ球側の先宇佐美シュート。ポストまだある。ファーラのホイッスルはなりません。山見2人つきます。間を通した宇佐美隆が来た。シュート、うん、またバーに当たる。なんというコントロールでしょうか。ピッチに戻ります。宇佐美隆2人で囲むジェバリ。センターが熱くなっている横浜 FC に対して宇佐美、宇佐美、宇佐美シュート。パスト、うん、わずかに外れた。山見フリックして宇佐美、ね、ジェバリ、ジェバリ、ファンガラーノ、山見、山見運んでシュート。ポスト、またしてもポスト。すごいですね。そうですね、宇佐美隆。ファンガラーノ、山見打ってきた。ラストですね。そうですね、ラストコーナーになりました。ここで、あー、長いホイッスルです。最後激闘になったこのゲーム、6ポインターは1対1引き分けに終わっています。